兵庫県知事らを、公選法違反容疑で告発という記事を各社一斉に出しました。悪質な印象操作ではないかという気はいたします。これについてお話したいと思います。参議院議員の浜田聡でございます。今回も動画を見ていただきましてありがとうございます。ただいま令和6年の、12月2日月曜日、時間が15時を過ぎたところでございます。はい。とりあえずですね、毎日新聞の記事を、紹介をしたいと思います。兵庫県知事らを公選法違反容疑で告発、 PR 会社問題で大学教授らということで、いつものですね、教授ですね、はい。斉藤氏と PR 会社、社長に対する公選法違反容疑での告発状を兵庫県警と、神戸地検に送付したと明らかにしましたということで、これね、とりあえず、誰でもできるですね、告発状を郵送しただけなので、果たしてここまでね、騒ぐべきことなのかという気は、します。ということで、ちょっとね、記事の方は、ちょっと記事の方を紹介する前に、こちらのですね、リード法律事務所さんのですね、図解を紹介したいと思います。大山さんという弁護士の方がですね、解説をされておられます。概要欄の方にね、リンク貼っておきたいと思います。で、わかりやすい図がね、あったんですよね。こちらになります。ね、左の方、とりあえず、公選法違反容疑のようなことがあったので、とりあえず、告発状をですね、送って、それがね、まだ、受理されたかどうかわかんないんですよね。左かなんで今、事件受理というのがありますが、とりあえず今、郵送しただけ。これがね、なぜか各社一斉に記事になっております。私としてはですね、告発状が受理されて、捜査される段階になって、ようやくね、記事化する価値があるんじゃないかなとは思います。その後ですね、受理されて、不起訴になれば、基本的にはそれで終わりで、起訴されればですね、もうほぼ有罪になるということなんですけれど、その前の段階ですよね。だから、なぜね、各社一斉にこんな感じで、報道するのかというのはね、正直、悪質な、印象操作にしか思えないなという感じはします。で、ちょっと柳井さんという方のですね、柳井一文さんという方の、ポストも紹介させていただきます。はい、刑事告発というのは誰でもできる。刑事訴訟法239条、告発書を出したという、ただその一時をもって報道するのはいかがなものか、正式に受理され、捜査を開始した段階までは自重すべきではないか、特定事案の話ではなく、一般論として、すべての事案においての話ですということで、これはね、もう本当におっしゃる通りだと思います。そしてね、明石市議会議員、石井博則さんもね、言われております。こちら神戸新聞の記事を引用されておりまして、受理されたのならまだしも、郵送しただけで記事にする神戸新聞さん、執念むしろ怨念を感じる、はい、社会面も経済面も削減していいので、地域版の、紙面量4倍くらいに増やしてほしいと個人的に思っていますということで、おっしゃる通りだなと思いますということで、先ほどのですね、冒頭紹介した毎日新聞の記事、一応ですね、ここで、読み上げていきたいと思います。兵庫県知事選で再選した斉藤元彦知事47歳の広報戦略をめぐり PR 会社社長が全般を任されたと発信した問題で、神戸学院大の上脇博之教授らは選挙運動の報酬を支払ったとして斉藤氏と社長に対する公職選挙法違反、買収、非買収容疑での告発状を兵庫県警と神戸地検に送付したと明らかにした。受理されているわけではないですね、現時点では。はい。告発状では社長はインターネット上の選挙運動の企画立案を担い、斉藤氏への投票を呼びかけるなど選挙運動者だったと主張。斉藤氏はその報酬として PR 会社に71万5千円を支払ったとしているということで、とりあえずね、この段階で記事にするのは、いかがなものかと思います。はい。でですね、ちょっと、この件に関してはですね、丸山穂高さんもですね、ポストされておりますので、ちょっとね、この、すごく参考になると思ったので、そのポスト紹介させていただきます。郷原弁護士と神戸学院大学、上脇教授の斉藤知事への公選法違反の刑事告発。教授はこういう動きの常連だし、ここまで予定調和、重要な点は捜査の中で、
警察、検察がどう判断するかだが、いずれにせよ皆真相を知りたい中、アウトか政府か白黒はっきりすれば、知事側も反知事側も県民もすっきりすると、いうことで、まあおっしゃる通りだと思います。まあ受理されて、その後ね、捜査して、まあ不起訴となれば、まああのね、この件は、あるのかな。まあ起訴される可能性もね、まあなきにしもあらずだとは思いますけれど。はい。で、さらにですね、丸山さん続けておられまして、しかしまあ公用 PC の中身や片山前副知事の不倫日記発言は報道しないのに、まだ白くも黒何もわからない案件を市民が告発しただけで各マスコミが大々的に報道するのはいかがなものか、市民という名の活動家や特定教授の告発提出、からマスコミ、矢印マスコミがほら告発がとの下げ報道は毎度の予定調和が過ぎるでしょうということで、まあ、まあ、言いたいことをね、的確に伝えられているかなと、思います。はい。というわけで、まあ、このポストに関するですね、リプもちょっと紹介したいと思います。はい。お手紙送ったレベルのことを大げさに取り上げすぎるマスゴミ。報じるべき話は報じない。やめ検討の見解もまか不思議。お金を払えば買収。払ってなければ寄付行為。じゃあ、ボランティアは何なんだってなる。ということで、まあ、まあ、まあ、確かにね、まあ、こういう、批判もね、まあ、あって叱るべきのものかなとは思います。ということでですね、まあ、ちょっと、まあ、いつものことではありますけれど、まあ、こういうね、報道、やっぱり、まあ、こういうね、告訴、告発の、まあ、手続きとかね、まあ、あまり普段、一般の方はね、まあ、関わることがほとんどないので、まあ、中にはね、ちょっと、とんでもないことをしたんじゃないかみたいなね、印象操作に、まあ、かかる方もいるかもしれませんが、まあ、そうではないということをですね、まあ、私としてはお伝えをしたいと思います。現時点ではね、まあ、郵送しただけ、告発状にね、送っただけということで、まあ、これがね、各社一斉に記事にするほどのことではないということで、まあ、このね、繰り返しになりますけど、まあ、受理されて、捜査が開始されてからでいいんじゃないかなと。まあ、これはね、まあ、柳井さんおっしゃってたように、まあ、一般的に、まあ、今後もね、続くと思いますけれど、まあ、この機会にね、皆さんにも、まあ、少しでもね、そういうことが、まあ、そういう理解が広がればなと思います。はい、ということで、今日の内容、面白い、興味深いと思ったら、ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら、共有ボタンで拡散の方よろしくお願いします。はい、NHK に受信料を払わない国民を増やすことで、NHK をぶっ壊す。はい、どうもありがとうございました。